会津線は電源開発線と呼ばれただけにダムが多く、沿線には片門、柳津、宮下、沼沢、上田、本名、稲川、滝、田子倉とダムが続いている。昭和49年10月31日 C11 は国鉄の経営改善政策に沿いディーゼル機関車 DE10 型と交代、完全に姿を消した。昭和46年7月、このフィルムの撮影時、客車や貨車を引いてドラフトを轟かせ山坂に挑み、あるいは鉄橋を響かせ活躍していた C11 のうち、大部分は49年7月までに国鉄郡山工場で解体された。しかし C11-244号機は会津柳津駅構内、312号機は紀勢本線滝駅、351号機は仙台市に、それぞれ生体保存されている。現在只見線は武骨な蒸気機関車に代わりディーゼルが走っている。今只見川の山あいにこだまする C11 の汽笛は聞かれない。